んかこうやって見るとウサギに見えちゃうような。皆さんこんにちは、ジェイソウルガムルだ、ヒラヒラ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター不思議の森の動物たちの続きになります。前回の動画でゴジカとウサギを組み立てました。両方とも可愛らしくてとても良かったです。はい、今回の動画はこちらのリストに組み替えます。はい、フクロウとハリネズミとゴジカとウサギの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではリストに組み替えます。はい、完成、リスです。はい、今回のリスもめちゃくちゃ可愛らしいです。ちなみに今回のリスにはフクロウのハリネズミ、コジカのウサギのような小動物はついてません。その代わりドングリがついてます。はい、これがリスです。全体をぐるっと見るとこんな感じで、今回のリスの完成度がめちゃくちゃ高いです。リスの特徴であるこういった姿勢や長い尻尾がちゃんと再現されているところがすごいです。はい、では近くで言いましょう。まずこちらが頭部になっていて、ここが鼻で、ここがリスの歯です。リスの頭めちゃくちゃよくできてます。はい、続いて胴体はこのようになっていて、胴体の造形も本物のリスに近いように作られていてめちゃくちゃ素晴らしいです。はい、背中はこのようになっていて、なんかこうやって見るとウサギに見えちゃうような。はい、続いて尻尾はこのようになっていて、この尻尾の作り込みが何気に好きです。これ見る感じ変形合体ロボの武器になりそう。はい、リスの可動範囲について説明します。まず頭部がこのようにヒンジで動きます。そして頭が回転して、耳がこんな感じで動きます。そして腕は耳と一緒でこんな感じで動きます。足はこんな感じで動きます。尻尾はここがボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。今回組み立てたリスがそこそこ大きくて、可動部分があるのでこういったポーズも決まります。それと付属するどんぐりをこのように手に持たせることができます。はい、こんな感じです。こういったところの完成度高いですね。はい、それでは最後に大きさ比較いきます。まず、ミニフィグと並べると、こんな感じです。あ、ミニフィグと比較すると、今回のリスは結構でかいです。尻尾除けば、おおよそ2体分はあります。続いて、レゴマリオと並べると、こんな感じです。あ、大きさ的に、レゴマリオとほぼ一緒ですね。あ、なんかマリオにこういったリスのキャラクターいましたね。名前忘れました。はい。はい、レゴクリエイター、不思議の森の動物たちのリスは、こんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイター、不思議の森の動物たちのリスを組み立ててレビューしていました。今回組み立てたリスも、完成度が高くて、可愛らしくて、とても良かったです。まず、今回のリスは、フクロウのハリネズミといった小動物はついてこなくてリス単体なんですけど、このリスの完成度がめちゃくちゃ高くて僕はいいと思いました。付属品にどんぐりはついてくるんですけど、個人的には小動物はつけて欲しかったなって思います。はい、今回の動画でレゴクリエイター不思議の森の動物たちの3つの作品を全て組み終えました。この中で僕が一番好きだったのは最後に作れるリスです。いつもレゴクリエイターで3つの作品作り終えた後に一番良かった作品を紹介するんですけど、ほとんどが一番最初に作れる作品だったんですけど、今回は最後に組み立てたリスがめちゃくちゃ良かったです。まずこのリスなんですけど、大きさは普通なんですけど、完成度の造形については僕の中では結構いいと思いました。可動範囲も結構あるところがいいと思いました。まあ先ほども言ったんですけど、正直な話、小動物1体は入れて欲しかったなって思います。このレゴクリエイターはパステルカラーが結構ありますので、パーツ目当てで買うのもいいと思います。今回のレゴクリエイター不思議の森の動物たちはとても良かったです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。